BTS を超えた新星。ナンバーアンダーライン愛の驚異的な世界進出の真実とは初登場でコーチェラ制覇。ナンバーアンダーライン愛が世界を魅了する理由とはアメリカで話題沸騰中のナンバーアンダーライン愛は、今や音楽業界の新星として注目を集めています。香港出身の K-POP スター、ジャクソン一とのサプライズコラボで一気に注目を浴びた彼らは、 コーチェラの舞台でもその実力を遺憾なく発揮しました。コーチェラでのパフォーマンスは YouTube で再配信され、多くのファンがリアルタイムでその様子を見守りました。SNS では彼らのパフォーマンスに対する喜びの声が溢れ、日本だけでなく世界中から支持を集める存在となったのです。コーチェラは世界中のアーティストが憧れるステージであり、ポール・マッカートニーやオアシス、 レッドホットチリペッパーズといった名だたるバンドが過去に出演してきました。韓国のアイドルグループ、ブラックピンクもこのステージに立ち、名誉ある大英勲章を受賞したことでも知られています。そんな中、ナンバーアンダーラインアイは結成からわずか半年でこの大舞台に立つこととなり、見事にそのチャンスをものにしました。コーチェラ出演翌日には、アメリカの iTunes 総合チャートでトップ10入りを果たし、 ヒップホップチャートトップラップソングス US でも1位を獲得するという快挙を達成しました。これは彼らの実力と魅力が世界に通用することを証明する結果と言えるでしょう。しかし、海外進出は日本人アーティストにとって多くの困難を伴うものであり、宇多田ヒカルがその代表例として知られています。幼少期からニューヨークで育ち、英語と R&B に親しんできた宇多田ヒカルは、 2004年に全米デビューを果たしましたが、ビルボードチャートでは初登場160位に終わり、2010年のワールドツアーでも1000人規模の会場を埋めることができませんでした。宇多田光の例を見てもわかるように、海外進出は決して容易な道ではありません。しかし、ナンバーアンダーラインアイはコーチェラでのパフォーマンスを通じて、その第一段階をクリアしたと言えるでしょう。彼らのパフォーマンス中、 観客は一緒にダンスを踊り、歓声を上げるなど、その場の熱気は非常に高かったです。YouTube にアップされたミュージックビデオにも英語のコメントが寄せられるなど、国際的な関心が高まっていることが伺えます。しかし、彼らの YouTube チャンネルの登録者数はまだまだ少なく、コーチェラ出演後も1日でわずか道との増加にとどまっています。これは、彼らが次に超えるべきハードルとなるでしょう。 コーチェラでのパフォーマンスは素晴らしいものでしたが、それをさらに広め、話題にしていくためには、より多くの戦略が必要です。コーチェラ出演後、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、直ちにロサンゼルスへと飛び立ちました。長いフライトの後、彼らを出迎えたのは、想像を超える大勢のファンの声援でした。ロサンゼルスの空港には、日本人だけでなく、中国や韓国などのアジア系ファンも多く集まり、 彼らの登場を待ちわびていました。彼らのファンサービスは非常に丁寧で、ハイタッチや握手、サインにも応じるなど、その姿勢は非常に好感が持てるものでした。ナンバーアンダーライン愛がコーチェラの舞台に立つことができた背景には、彼らの努力と実力が大きく関係しています。結成から半年という短期間でここまで成長することができたのは、彼らの才能と努力の賜物です。彼らは、 観客に対して常に全力でパフォーマンスを行い、その結果、観客も次第に彼らのパフォーマンスに引き込まれていったのです。今後、ナンバーアンダーライン愛がさらなる成功を収めるためには、SNS や YouTube などのデジタルプラットフォームを活用して、より多くのファンを獲得する必要があります。また、英語圏でのプロモーション活動を強化し、現地のメディアにもっと取り上げられるような戦略を立てることが重要です。 彼らの音楽は国境を越えて愛される可能性を秘めているため、その魅力を最大限に引き出すための努力が求められます。ナンバーアンダーラインアイの成功は、他の日本人アーティストにとっても大きな希望となるでしょう。彼らの成功事例を参考にすることで、他のアーティストも海外進出に挑戦する意欲が湧いてくるかもしれません。彼らが直面する課題を乗り越えることで、 日本の音楽業界全体がさらに発展していくことが期待されます。ナンバーアンダーライン愛の未来は非常に明るいものです。彼らがこれからどのように成長し、世界中のファンを魅了していくのか、その動向から目が離せません。彼らの成功が音楽業界全体に新たな風を吹き込み、多くのアーティストにとってインスピレーションとなることを願っています。このように、 ナンバーアンダーライン愛の成功の裏には多くの努力と挑戦がありました。彼らの物語はまだ始まったばかりであり、これからも多くの試練が待ち受けていることでしょう。しかし、彼らの情熱と才能があれば、その全てを乗り越えていけるはずです。彼らの未来に期待し、これからの活躍を応援していきたいと思います。ナンバーアンダーライン愛の成功は、単なる音楽の成功にとどまらず、 文化的な影響力を持つ存在としての一歩を踏み出したと言えるでしょう。彼らの音楽は、多様なバックグラウンドを持つ人々を結びつけ、新しいコミュニティを形成していく力を持っています。彼らのパフォーマンスを通じて、多くの人々が共感し、感動し、そして新たなインスピレーションを得ることができるのです。彼らが直面するであろう新たな課題としては、言語の壁や文化の違いなどが挙げられます。 しかし、彼らの音楽とパフォーマンスがその壁を乗り越える力を持っていることは、コーチェラでの成功が証明しています。彼らのこれからの成長と挑戦に期待し、その歩みを見守り続けたいと思います。ナンバーアンダーライン愛の物語は、私たちに多くのことを教えてくれます。彼らのように情熱を持ち続け、努力を惜しまず、常に新しい挑戦を恐れない姿勢は、 どの分野においても成功への鍵となるでしょう。彼らの成功から学び、私たちも自身の目標に向かって努力し続けることの大切さを再認識することができるのではないでしょうか。彼らの物語はまだ始まったばかりです。これからも彼らの成長と挑戦を見守り、その成功を共に喜びたいと思います。そして彼らのようなアーティストがますます増えていくことを願い。 日本の音楽業界全体がさらに発展していくことを期待しています。ナンバーアンダーライン愛の物語は多くの人々にインスピレーションを与え続けています。彼らの成功は偶然ではなく、絶え間ない努力と情熱の結果です。コーチェラでのパフォーマンスはその一例に過ぎず、これからも彼らはさらなる高みを目指して進んでいくでしょう。彼らの次なる挑戦としては、 世界各国でのツアーが考えられます。これまでにない規模での海外ツアーを行い、現地のファンとの交流を深めることで、彼らの音楽をより広めることができるでしょう。特にアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、主要な音楽市場での成功は、彼らの国際的な地位をさらに確固たるものにするはずです。また、彼らの音楽活動だけでなく、他のエンターテイメント分野にも進出する可能性があります。 映画やドラマ、バラエティ番組など、多岐にわたるメディア露出を通じて、彼らの魅力を多角的に発信していくことが期待されます。これにより、音楽ファンだけでなく、より広い層の人々に、彼らの存在を知ってもらうことができるでしょう。彼らの活動を支えるファンの存在も重要です。ファンは、彼らの成功を共に喜び、時には厳しい現実に直面した時にも支えとなる存在です。 彼らが SNS やファンクラブを通じてファンとのコミュニケーションを大切にし続けることは彼らの活動を長期的に支える基盤となります。特に海外のファンとのつながりを強化することで国際的な支持を一層強固にすることができるでしょう。